またサバズが来ました。久しぶりです。なんかコメントくれた人でなんか笹塚の駅のなんか割といいスポットがあるよって教えてくれたので今そこを探索してますっていうです。寒い。前回来た麦と卵がありました。よいしょ。今日僕はこんな格好してます。全然映ってて、サイドゴアブーツとユニクロスね。あとワイドフィットパンツですね。あ、ゾゾタウンの人が走ってる。すごい、なんか都会感がやっぱすごいですねここね。ループがありました。すごい生ループいいっすね。かっこいい。今もなんか可愛いお姉さんが向こうに走ってフィーンって行きました。もう行っちゃったけど、すげえなマジで大都会。ちゃんと上着も持ってきました。4年前とかに買った GU のジャケットですね。意外と重宝してます。そしてここに出てくると甲州街道だ。すげえ、甲州街道 with 秀夫ワールド。ここすごいね。歩道橋あったんでわざわざ歩道橋を使います。ここさ、昔さあそこにラーメンあるんですけど、なんか昔なんか友達と来た気がするんですよ。僕もともと世田谷いたんで、なんかあのラーメン屋昔なんか友達と食いに来た記憶があって、今そんなことをふと思い出しながら生きてます。ここ車すごい、こんな感じ。うわうわ、かっこいい。わあ、大都会だ。おまわりさんいました。チャリ松すごい、ピクセルのズームの効果もすごいね。すげえな、素晴らしい。行こう、サミットじゃん。やばい、サミットとか懐かしすぎるでしょマジで。なんか十号通りっていうところ来ました。あ、十号通りってあれじゃない、あれっすよね、 YouTube 動画コメントくれた人いましたよ。え、ここじゃん、十号通り来た。今めちゃくちゃさまよってたの。ここ散策してる YouTuber いないっすよ多分。いや、いるだろうけど、意外と YouTuber 多様性すごくてマジで最近 YouTube すごいなと思っていろんなの見てるけど。え、ここじゃん、十号通り。ほら、十号通り商店街って書いてある。え、すごい。来た。でも、情報ゼロすぎて。あ、すごい。嬉しい、楽しいお買い物。あ、こういう海鮮系の、見えるこれ。わお。なんか、いいっすね。昔の、商店街って感じですね。なんか世田谷の、あ、めちゃめちゃおしゃれ、めちゃくちゃかっこいい人たち通り過ぎて、もう最近なんか外国人めっちゃ多いっすよね。うわー、すごい。あ、ハサムカドンバル、ヘアなんとかあるわ。あ、かっこいい、あるわ。こういうのもあります。ちゃんと
すごい。あ、ちゃんと松屋もある。なんか世田谷とか三軒茶屋とかそういったところの要素を感じる。裏道街道行きましょうか。ちょっとやばい、めっちゃ眩しい。こういうとこ眩しくない？大丈夫？みんな。面白い。マジで今自分どこ歩いてるんだろうって感じ。世の中広いっすね。自分が知らないだけで、実は世界は、日本はいろんなところがあるよねっていう、はい、感じです。どうですかね、みんな楽しんでいただければ幸いです。わあ、すごい、ちゃんと いろんなアパートメントもちゃんとあるんですね。ここら辺綺麗ですね。はい、完全に、すみません、なんか不審者ですよね、こんなとこで。すみません、皆さん、住民の皆さん、すみません。まあ、なんかもはやここ来るとあれだな、何もねえな。ちょっと僕行こうと思ったけど、ちょっとあっちの方か。商店街の方すごいね。あそこ共同とか皆さん分かります？共同知ってる人って人います？あ、共同ね。あの、僕も結構昔バッティングセンターとか友達とよく、あれ共同だよね、あれ農大とかの方とかよくチャリンコで友達と自転車二ケツしながらそんなことをやってたんですけど、なんかそういった要素がさっき10号通りなんか感じましたね。で、ここが富士見ヶ丘高校とか、あ、もう完全不審者エリアになってる。富士見ヶ丘高校前だ。ここが富士見ヶ丘高校前でやんす。いいとこだ。綺麗だね、ここね。いいとこだな。あと今思ったのが、おしゃれな人が多い。当たり前か。あ、こっちから行ってみるか、ちょっと。なんかさ、まあ当たり前かって言うと、そうね、あの、やっぱ人口の母数が増えるわけじゃないですか。人間の数が。圧倒的にさ、多摩センターとかと比べると、めちゃくちゃ多くて。だから通り過ぎる人たちみんななんか全員、おしゃれ。すごい。やばい、完全に、裏路地すぎて、あと学校なんだよ、これ。順行とか行ったら大丈夫。行き止まりでしたね。はい。なんか、後ろに人いるとなんか申し訳ないな。9月のさ、中旬ぐらいまでなんか暑いんで、